はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。はい、今日はマンチェスター・ユナイテッドの、はい、10年後っていうね、動画タイトルだと思うんだけど、すいません。はい、まあ,あと、精密に言うと9年後です。そこだけ最初に言っておきます。はい、まあマンチェスター・ユナイテッドの9年後、こうなりました。<laughs> <laughs> ユナイテッドって、まあまあユーティ・ユナイテッドの選手ね、スタミナちゃんといるからね、マルシャル、ブルノ・フェルナデス、ファンデベイク、ラッシュフォード、ワンビサカっていう、 まあ、こうはちゃんとしっかりしてる。で、あと、一応グリーン打って思います。まあ、あとはほぼ、うん、どっかから取ってきたって感じです。はい、こんな感じで一応ベンチ外も見るか。ほぼ架空の選手だからね、ほら。架空のなんか若くて強そうな選手を取ってきました。で、ちなみにこのデヘアと、この、ブルーノ・フェルナンデスはもう今年で引退しちゃいます。本当だから10年後取りたかったんだけど、あのもうこの2人引退すると本当にもう、 あのユナイテッドの選手がマルシャル、ファンデベイク、ラッシュフォード、ワンミスとかしかなくなっちゃうから、9年後の、えー、動画を撮っている。まとやっぱ、フェリックスとかも強いね。98でベンチっていうのはちょっとかわいそうだから、まあ、ブルネ・フルナンスに対したら、まあこうなるって感じかな。ちょっともうほぼ守備捨ててるみたいな感じだけどね。まあこの守備能力したら大丈夫でしょ。やべ、ダビソン・サンチェスっこれ、ペース95だよ。やばすぎでしょ、これ。 デリフトでペース93ってもうちょっとね早すぎだね <laughs> はいそれじゃあまあ選手はこんな感じでいいねであとまあどれぐらいねまあ結果残してるかっていうのをちょっと見せたいと思うでも正直言ってそんなね結果はね毎試合勝つってことではないんだよね多分あのー、リーグ戦普通に負けてはないかもしれないけど引き分けが結構あったはいこんな感じです プレミアリーグは一応負けなしだけど、引き分けは7回あるっていう。まあそんな感じで。はい。シティよりなんか失点が多いのはちょっとなんか、腑に落ちないけどね。まあ。はいはい。下もこんな感じです。まあこれはどうでもいいか。え、次。えー、FA コミュニティシルダーもいいでしょう。で、FA カップ。FA カップはどうだったんだ優勝できてないのか ?FA カップ。ハダースフィールドに負けてんだけど。 まあね、こういうことも、えー、時々ありますちょ。過密日程だとね、やっぱ、ちょっと、普通に、厳しいところがある。え、カラボーカップは、まあ、優勝してると。まあ、でも、ディーズに0対1っていうのも、結構、ちょっと危なかったけどね。はいはいはい。アジアンエリートカップも、これは、まあ、関係ないが。要は、スーパーカップもいいよね。じゃあ、最後に、この CL。ちょ、見ていきたいと思います。CL は、えー、ちなみに、優勝しました。 ここね、決勝だけ僕が操作して、えー、まあ5対1と。アルティメットに5対1。しかも最後ね、ロスタイ最後の最後、ロスタイムで、えー、決められた1点だし、しかもシュート1本しか打たれなかったっていう、素晴らしい試合だったね。大体いい操作すれば、負けることはない。あの選手で。はい、もう圧倒だね。あ負けでも、ちょっと取ってれば危なかったね、これ。アウェーゴールサにより勝利だからね、準,準決勝。まあまあ、いいでしょう。 まあ、マンチェスターユナイデッドの、えー、10年後、私が率いたら、えー、こうなりましたっていう動画です。ちなみにサブはこんな感じで入れてたけど、まあ、あんま使わないかな。はい。じゃあ、これで動画終わりにしたいと思ったけど、ちょっと待って。ちょ、まだあったね。この結果、結果のところ見てさ、誰が一番出てるとかちょっと見たいしよう。ちょ、俺も見たい。 はい、一番シャイ出てるのがワンビスからしい、いやっぱ右サイドバッグっとあんまりないからね。これは仕方ない。で、次、ゴールキーパーどうなるんまあ。で、このなんか、架空の選手だね。この選手やばいんのか。22歳で能力値96ってもうちょっと、うん、ちょっと頭おかしい。で、まぁ、あ、チョプルノフラナです。ほんと、引退しちゃうんだよ、ほんと。34歳で。この能力だよ。ちょ、っとまだちょっと引退しないでもらいたいね。ダミソサンチスもんま 98、33歳。もうそろそろ引退しちゃうのかなデリフトでも29歳だからね。うん、やっぱ年、年の経過ってちょっとね、やっぱ、怖いな。ムバッペで30、30歳ちょっとだから、ちょっとね、このチーム高齢化が進んでるんだよね。はい。こんな感じです。一通り見たら。 で一番今年点取ったのは、ムバッペかな。なんか毎年ね、あれなんですよ、ほら。ムバッペ、ブルーノフレンナンデス、マルシャル、ラッシュフォード、山頂。この5人で、チーム内得点を争ってる感じになります。まス、あ、そんなのどうでもいいか。まあ今年はムバッペが一番点取ったらしい。で次にブルーノフレンナンデス。あーもう引退しないでくれよ。本当に。頼むって。 じゃあ、はこれで、はい、動画を終わりにしようかな。はい。いや、これで動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。